皆さんおはようございます。それでは、今回最後の講義の日になりましたけれども、私が教えられたことをできるだけ皆さんに伝えられる範囲で伝えたいと思いますので、皆さんも頑張って受け止めていただければと思います。受け取っていただければと思いますでは一言お祈りします。天にいます私たちのお父様、皆を賛美します。主が私たちに聖書を通して必要なことをすべて与えてくださっていることを感謝します。私たちが主の教えられたいように御霊に導かれて聖書を主の思われている通りに理解し、また伝えていくことができるように、どうぞ主の知恵を私たちに与えてください。今日のひとときも主が導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、昨日は創造主の技術を考えました。であまり御言葉を聞かなかったので、追加でというか、聖書を通してこの創造主の技術について、おさらいというかちょっと考えていただきたいと思います。ローマ書の1章18節にこうあります。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。こうあります。人の不信仰、人の不敬虔、まあ 不義っていうのは正しくないことですけれども、人が創造主に、創造主はいないと考えること、あるいは創造主を敬わないこと、創造主がしたことを創造主はしなかった、そういうこと、全部主の目には正しくないことです、悪いことです。でそれに対して神の怒りが天から啓示されているって書いてあるんですね。でこの神の怒りっていう言葉は日本語ではすごく柔らかく訳されています。中国語の聖書では憤怒と訳されてますね。皆さん、憤怒ってどれぐらいの怒りだと思います？韓国語の聖書では激怒っていう言葉だったと思いますね。多分ですね。日本語にもそういう言葉はあるんですけれども、怒り、まあ怒りっていうのは全部激怒も怒りかもしれないですけれども、なんかマイルドな怒りに感じてしまいます。英語では God's anger ではなくて Anger of God ではなくて Wrath of God って訳されています。これは非常な怒りですね。激怒という言葉ですね。主が激怒されている、なぜでしょうか。なぜなら創造主が存在するのは明らかなのに彼らはそれを認めないからだ。しかも創造主が明らかにされているのに彼らはそれを無視して生きているからだということですね。19節、どのようにして明らかにされたのか。1章の20節で、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。こう書かれています。昨日自然界のほんの一部だけ紹介しました。その中に創造主の技術がどれだけ隠されているか。人にはとても真似のできない技術ですね。例えば鳥が、まあ、ザクさん、岸本さん後ろにいますけれども、彼に鳥を語らせたらとうとうと語って止まりませんけれども、例えば人の肺は吸って吐いてっていう、その肺が不意語のようにこう開いたり、まあ
広がったり縮まったりするわけですけれども、鳥の場合は気のうという、空気の袋ですね、空気の袋がこう広がったり閉じたりするんですけれども、でも肺の中ではですね、空気が一方通行に流れます。肺の中は吸ったり吐いたりしてるんではなくて、常にこっちからですね、こっちが後ろだとしますね、こっちが前側で、あの口から空気を吸うわけですけれども、最初ブワーッとこう両方広がります。この時にここに肺があるわけですけれども、空気もこっちにスーッて入ってくわけですね。で今度普通人だったら全部吐くわけですけれども、この気のうが縮まります。そうするとですね、こっちは二酸化炭素をたくさん持っている空気ですね、あの肺を通った後ですので、こっちはまだ一気に空気はこの全体最初入ってきますけれども、こっちはまだ新しい空気で、これが縮まっていくときにこの新しい空気が肺を通り続けます。でそのまま外に出るわけですね。で今度広がるとまたこっちのにも空気が入ってきますけど、二酸化炭素があの肺を通ってこう通った後の空気が入るわけですね。だからこれがこうなることによって一方通行の空気が流れます。なんでそんなの必要なんでしょう。鳥は飛ぶために空気を取り入れ続ける必要があるわけですけれども、それでエネルギーを得続ける必要があるわけですけれども、それによって高さ8000メートルとかヒマラヤ山脈を越える鳥ですね、そういうのがいます。皆さん8000メートルで息をしようとしたらどうなると思います。だいたい気圧がですね 0.3 気圧ぐらいですかね。みんな酸素ボンベを持たないと頂上に登れないようなものですね。でも鳥は平気でそこを飛んでいくわけですね。その理由の一つがそういう肺を持っているということですね。その他にもたくさんありますけれども、そういうのを見るとこれは創造主が作られた特別なものなんだっていうのが明らかで、これが作られないで自然にできたっていうのは弁解の余地がない、聖書は宣言しているんですね。皆さん創造主のことを知りたかったら被造物を見ましょう。イエス様も空の鳥を見なさいとか野の花を見なさいとか言ってるわけですね。ヨブ記でもですね、12章ですかね、獣に尋ねてみようとか地に尋ねてみようとか魚に尋ねてみようとか、そうしたら主がこれを作ったものを知らないものがあろうかっていうふうに書かれています。ですから私たちは人が作ったものに目を留めていくなら主の作ったものがなんか小さいように感じてしまうかもしれませんけれども、昨日お話ししたように私たちが科学技術を発展させている理由は主が作ったものに目を留めてそれを真似しているからなんだということですね。それに目を留めたら私たちの感謝はどこに行くべきでしょうか。いろんな機械を作っている人に対してすごいね、あなたは良い発見したね、良い発明したね、それはもちろんいいと思いますけれども、でもその大元である主に対して感謝しないで無視していたらどうでしょうね。私たちは本当に主に感謝を捧げるべきではないかと思いますね。そしたら創造主は激怒されない、むしろニコニコされると思いますね。ですのでですね、ついでですので、お母さんが激怒しているシーンですね。お父親がこうご飯が並んでいるところにやってきて、例えば結城さんがご飯が並んでいるところに やってきて、で奥様が、お父さんご飯できたよ、子どもたちもご飯できたよって呼んで、でテーブルに着いたら結城さんが、
ご飯は誰も作らないのに自然にテーブルにいつも並んでるんだよ。お母さんが呼ぶとね、いつも並んでる。すごいよね、自然の力は。って言ったらどうするでしょうね、奥様はね。どう感じるでしょうね。でもし子供が本当なの、本当だね、自然はすごいねって言ったらどうでしょうね。お母さん激怒するか、ものすごい悲しむか、両方かだと思いますね。私たちは創造主に対して同じことをしていないかっていうことを考える必要があると思います。ローマ人への手紙の1章20節もう一回読みますけれども、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。私も短い人生でまだまだ分からないことがたくさんありますけれども、調べれば調べるほどこれが事実だっていうことが分かってきました。で、皆さんにもそれをはっきりと確信して伝えていただければと思います。私たちは聖書を読むときですね、今度次の話です。私たちは聖書を読むとき、どういう態度で読むかっていうのがとても大切です。聖書を信じて読むのか、疑いながら読むのか。皆さんはどっちが正しい態度だと思いますか？どっちでも正しいと思う人、どっちも正しいと思う人、それとも疑いながら読むことが正しいと思う人、信じて読むことが正しいと思う人。はい、ありがとうございます。間違えることは良いことだと前に話しましたけれども、間違えないと私たちは覚えないんですね。で、ヤコブの手紙になんて書いてあったでしょうね。疑いなさいと書いてありますか、信じなさいと書いてありますか。疑うなら何も得られないって書いてあります。実はですね、他の神学校で話をしていた時にですね、ある神学生、その神学校で多分60代ぐらいの婦人の方で、JTJ 神学校なんですけれども、あそこもいろんな方たちですね、牧師とかならなくても聖書を本当に学びたい方は来てるんですけれども、あそこでも私が教えさせていただいてるんですけれども、 そこに来ていた神学生が、自分はもう何回も聖書を読んだって言ってるんですね。私はそんなに聖書を何回もは読んでないので、おすごいなと思いました。で、その夫人がですね、でも私は何度読んでも本当かな、これ本当かな、こんなこと本当にあるんだろうか、そう疑いながら、疑問に思いながら、疑いながらっていうよりも疑問に思いながらですね、読んでいて、そして聖書が何を言っているのか本当にはよくわからないんですって言ったんですね。そういうふうにずっと何十年も過ごしてきましたって言いました。で、それは私2週間に分けて、2回に分けてですね、1週間おきに1週間毎火曜日を2回ですね、講義するんですけれども、で、最初の講義の次の週の最初にそのことをその夫人は話してくださったんですけれども、でもこの間話を聞いて、想像をそのまま信じることができました、そうしたら聖書がすべてその通りだって分かりましたってすごく喜んで答えてくださいました。言ってくださったんですね。その方は聖書が真実だってもう心を定めたわけですね。
そうした聖書が分かってきたんです。今までは奇跡を本当かなって信じられませんでした。予言に書いてあること、あ、本当にこんなこと起こったんだろうか、あるいはこれから起こるんだろうか、信じられませんでした。またイエス様が復活したっていうけれども本当かなとか、でも想像を信じられたそのままですね、信じたら聖書に書いてある通りです、信じたらもう全部聖書が信じられるようになったっていうことですね。ペテロも第2ペテロの3章15節から18節でこのように言っています。まあ、これは前回来た時に私が話した内容ですから、その時の復習だと思って聞いていただければと思いますけれども、また私たちの主の忍耐は救いであるとも考えなさい、あ、救いであると考えなさい。主が私たちに忍耐しておられるの知ってますか？知ってました？主が忍耐してくださらなかったら、もう直ちに裁かれたら誰も生きていられないわけですよね。なぜ主は忍耐しておられるか、私たちが真理に導かれて本当に主を完全な知恵と知識に従って、聖書の知恵と知識に従って私たちが主を知ることができるようになるのを忍耐して待っておられるんだということですね。私たちは聖書を 100% 理解しているわけではないわけですね。でも学ぶことを通して私たちの誤った考えが正されて、真理を少しずつ理解していくことができるわけです。パウロが書簡を書いてですね、その主からパウロが与えられた知恵を書簡を通して書き送っていますけれども、でもその書簡ですね、ペテロは分かりにくいところ、よくパウロが何言ってんだか分かんないところがあったということですね。その時にどういう態度を取るべきかということをペテロは言っています。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、ここで無知な心の定まらない人たちというのが出てきます。全然知恵がないっていうことではないですね。この無知と呼ばれている人たちはものすごい賢いかもしれません。この世の知恵に富んでるかもしれません。でも聖書の知恵に対して、聖書の知識に対して無知だって言ってるんですね。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。こう書いています。無知な心の定まらない人たちはどうするでしょう。この世の知恵に従って聖書を理解しよう。自分の信じていること、自分が考えていること、自分が尊敬している人が信じていることとかですね、自分が信頼しているものに頼って聖書を理解しようとするので、聖書の教えがねじ曲げられてしまうということですね。そうするならば自分自身に滅びを招くということです。皆さんは自分流に聖書を理解したいと思いますか、それともイエス様流に聖書を理解したいと思いますか。イエス様流に、イエス様が私たちに信じてほしいように、イエス様が知っておられるように聖書を信じたいわけですよね。これはみんながそう願っていることだと思います。本当にイエス様に従いたい、そういう願いがあるならですね、教会の中で自己実現してやろうと思っている人はそうじゃないと思います。自分の教えを言って異端を作り出すわけですね。異端を作り出すまでいかなくても、自分の教えの方、自分の考えの方が聖書よりも正しいんじゃないか、そう思っている人は自分流の聖書解釈を施していくわけですね。
創造、天地創造についてもいろんな説が出てきました。聖書通りに読めばですね、聖書通りなんです。聖書の言葉は聖書通りです。でも聖書の言葉通りではないこの世の教え、思想、哲学、あるいは科学を装った誤った教えですね、進化論です。そういうものが私たちの根底に根付いてしまうとどうなりますか。進化論を学んで聖書を信じた人の多くは最初創世記一章でつまずくんですね。どう理解したらいいんだろう。進化論と天地創造を一緒にできないだろうか、そうミックスさせたいっていう願いが出てくるわけですね。で、そのような折衷案を考え出せれば聖書も信じられるし、この世の教えも信じられる、そう思うわけですね。そうしたら自分は心配せずに、そのこの世に対しても引け目を感じずに生きていける、そう思うわけです。でも私たちが本当に知りたいのはこの赤の方でしょうかね、それとも青の方、聖書通りでしょうか。イエス様が私たちに知ってほしい通りに読みたいでしょうか。ただですね、イエス様が私たちに読んでほしい通りに読むとですね、世の中からバカにされたり、あざけられたり、そういうのがついて回ることが多々あります。どっちがいいでしょうね。赤だったら大丈夫です。少なくてもいや自分もこの世の考え信じてるよ、そう言えます。青だとですね、いやこの世の考え間違ってると思うよってなるわけですね。そうしたらこの世からは当然あざけられるわけですね。で、聖書の教えがあって、天地創造についても天と地が6日で作られ、7日目に主が休まれた、このことは創世記一章だけじゃなくてですね、モーセの実会何箇所か書かれていますけれども、主がご自身で語られたし、主がご自身で石の板に書きつけられたモーセの実会ですね、そこにも出てきます。安息日の項ですね。 なぜ安息日を守るのか、それは主が天と地を6日で作り7日目に休まれたからである。天が作られたのはどこでしょう。創世記一章一節です。天と地、まあ、地が完成したの、天と地、まあ、天と地が完成したのは最初の6日間ですね。太陽、月、星は第4日に作られています。動物たち、創造の第5日が陸上じゃなくて海の動物と空の動物が作られています。第6日が陸上の動物と、恐竜も含むですね、陸上の動物と、最後に人が作られています。人は創造主の形に作られていますね。近年1788年に正一説という考え、これは地球は、創造主の特別な介入なんかないっていう考え方ですね。それが入ってきて出てきたのが1804年に感激説という考え方ですね。感激説という考え方は時間を引き延ばすことができるということですね。地質学原理という本が、考えが1830年から33年、上がジェームズ・ハットンで2番目がチャールズ・ライエルという人ですね。まあ、こういう人が出てきて、で進化論、ダーウィンの進化論が1859年種の起源という本が出されて、でこういう世の教えが地球は長い年月でできたって言い始めた、しかも科学的な装いを持ってこれが正しいんだっ
って思われるようになっていった時、多くのクリスチャンたちはどうしたらいいだろうって動揺しました。でその中でも、知的にトップ、レベルにある神学者とか牧師とかそういう人たちが折衷案を考え始めるわけですね。そしてこう考えれば世の中の考えと矛盾しないで聖書も両方受け入れられるよ、そういう案を提案し始めるわけですね。皆さんどっちを信じたら楽ですか？右側ですね、赤い方を信じたら楽です。この世の考えも聖書も両方信じられるんですから。でもですね、その時に何が起こるかっていうと、聖書のどこかの教えを否定しなくちゃならなくなってくるんです。右側を受け入れるとどこかが左側が否定されるっていうことですね。でその最たるものがアダムの罪によってこの世界に死が入ったっていう考え方を右側のすべて否定します。もうすでにアダムが作られるまでに死が存在したっていう考えを受け入れることになるんですね。一番新しい説は2009年に出ています。宇宙神殿説っていう説ですね。宇宙時代の新しい説のように感じるかもしれませんけれども、これは実は古代バビロニアの偶像崇拝の考え方を取り入れたものですね。古代バビロニアでは、バベルの塔なんかですね、昨日見せましたかね、7つの層からできていました。でそれぞれに1週、7つの層で1週間になっていたということですね。で古代バビロニアの偶像崇拝の信仰はそうだったから、聖書もそれを取り入れてその天地創造の1週間という形で、実はこれは神の神殿を表しているんだ、そういうふうに考えたわけですね。でそれを提唱したジョン・ウォルトン博士という方はもともと進化論を信じていました。で進化論を信じていて、でも創世記一章を信じられなかったわけですね。そのままどうしたら折り合いをつけられるだろうって考えました。で古代バビロニアの信仰をヒントに宇宙神殿説っていうのを考え出したわけですね。そうすると創世記一章が歴史ではなくなって、これは神殿のことを言ってるんだっていうことにすればどうですか？そうしたら進化論をそのまま信じられるんです。この中で進化論をそのまま信じる立場がですね、一番下の宇宙神殿説、その上の全身創造論、その上の枠組み説ですね。この枠組み説は創世記一章はポエムであるっていう立場ですね。詩である、歴史ではないっていう立場です。感激説と非時代説は聖書を通りの歴史って考えるんですけれども、感激説の場合は一章一節と二節の間に長い年月があればいいっていうふうに考えたわけですね。非時代説っていうのは一日は長い年月と考えればいいって考えたわけですね。でもその間に、その人が作られる前にどの説でも動物たちが死んでいるわけですね。絶滅が起こったりしているわけです。でも聖書はアダムの罪によって死が入った、被造物も神の子たちの現れを待ち望んでいる、ローマ人への手紙で書かれています。それはアダムの罪によってこの世界すべてが呪われたからですね。そういうふうにこの右側の説を受け入れると、多かれ少なかれ聖書が伝えようとしている何かが失われてしまうということですね。
第二ペテロの3章17節、愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。純粋な信仰から外れないように気をつけなさいということですね。そのためにはどうしたらいいか。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において、聖書の恵みと知識です。世の中の恵みと知識ではないですね。聖書の恵みと知識において成長しなさい、こう言われています。ペテロがこの間来た時話したと思いますけれども、ペテロがした失敗は何かっていうと、イエス様の言葉を否定したわけですね。良かれと思って否定したんですよ。この世の人たち、イスラエル、当時のイスラエル人たちがイエス様、救い主が来たらイスラエル王国を再建するんだ、そしてダビデの王国を永遠に打ち立てるんだ、そう信じていたわけですね。おそらくペテロもそう信じていたと思います。ですからペテロはイエス様が自分が十字架にかかって死ぬんだよ、それで3日目によみがえるよって話したときに、イエス様そんなこと言っちゃいけません、そんなこと起こりませんからあなたには、そう否定したわけですよね。それでイエス様に下がれサタンって叱られたわけです。でそのことをペテロはずっと覚えていたと思いますね。イエス様の言葉を否定したら、それは自分に滅びを招くことになるんだ。それで先ほどの第二ペテロの3章16節、15節、16節の言葉を書いたんではないかと思います。また昨日ですね、主に顔を向けて生きることの大切さ、ちょっと皆さんにお話ししましたけれども、なんでこれ今やっておくかっていうと、本当は一番最後、授業の最後にすればいいんでしょうけれども、時間がなくなる可能性がたくさんあるので、朝のうちに、最初のうちに話してしまいます。第二コリントの3章15節から18節ですけれども、まず6節ですね。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。イスラエル人たち、イエス様を信じていないイスラエル人たちは律法を守ることが救いにつながる、そう考えていた人たちが多くいたわけですね。で、律法を守ろう守ろうとしました。でもかえって今日まで15節ですね、モーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです、こう書かれています。彼らは文字に支配されているわけですね。律法に支配されているわけです。私たちはイスラエル人ではないですから、ここにイスラエル人いたら別ですけれども、律法には支配されてないわけですね。当時のイスラエル人たちはイスラエルの世界観に支配されていました。今日の私たちは今日の日本の世界観に支配されて育っているわけですね。もしかしたら心には覆いがかかっているのですって主から言われるかもしれないですね。もしかしたら何かしらこの世の考えに従って聖書を理解しようとしているならですね。特に私たちに影響を与えやすいものは何でしょうか。私たちの信頼する人がこう考えているっていうのは特に影響を与えやすいんですね。尊敬している先生、尊敬している先輩、親友がこう考えている、その考えの方が時としてこの世の教えやこの世の常識よりも強いかもしれない。あるいは自分が何かひらめいてですね、これが正しいんじゃないか、そう思うとですね、そのひらめきが最高の考えのように感じてしまいます。皆さんそんなことってあります？
私は1回あります。数学をやっていてですね、3次元のことを考えていたときに X の、XYZ、 X プラス Y プラス Z イコール W とかっていう式ですね、 3次元の式、はい、ちょっともううろ覚えになってきましたけれども、でそれを考えていたときに、あ、数学っていうのは4次元を表すことができる、5次元を表すことができる、そう思ってですね、だんだん有頂天になっていきました。でも後で考えたらですね、なんてバカみたいなことで有頂天になってたんだろうって思ったんですね。で自分は天才だみたいに思ってですね、しから見たらどうだったでしょうね、私はね。実は心に覆いがかかっていて、それで自分はすごいと思ってしまったわけですね。三章の16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。新改訳の2017では人が主に立ち返るならっていう、意訳がなされているんですけれども、私はこの文字通りにこう人が主に向くならの方が分かりやすいかなと思っています。人が主に顔を向けるのか、それとも顔向けできない歩みをするのかっていうことですね。主に顔を向けて歩むなら、自分の考えじゃなくて主の考えは何だろうって見るわけですね。鏡を見るようにですね、 主の姿を鏡に映して見るわけですね。そして自分の姿を主の姿に変えていこうとするわけですね。17節、主は御霊です、そして主の御霊のあるところには自由があります。世の教えに縛られないで、御霊が聖書を通して教えようとしていることをそのまま受け止めることができます。御霊に教えられながら聖書通りに考える自由があります。この世の教えに縛られないでですね。18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に顔を姿を変えられていきます。顔じゃないですね、姿ですね。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが主に顔を向けて生きようとするなら、御霊が私たちのうちに働いて私たちを変えてくださるということです。でも私たちがこの世に顔を向けているなら、何とかしてこの世の考えと整合性をつけて信仰も保ちたい、そう思うのはどうですか。この世の姿に私たちは変えられていくんですね。皆さんどっちがいいでしょう。ということで今日の話に入っていきたいと思います。人を生かす世界観という話をさせていただきたいと思いますけれども、皆さんはヒューマニズムって聞いたことがありますか。はい、ずっと前からいらっしゃる方はこの話を聞いたことがあると思いますけれども、ヒューマニズムってどんな教えだと思いますか。じゃあですね、中井さん、ヒューマニズムどんなイメージがありますか。はい、人間中心主義。鈴木さん、はい、もうこの間答えを言っちゃいましたね。はい、長谷川さん、どんなイメージがありますか。はい、自分が人間が正しい。はい、人間が正しい。島勝さん、イメージですよ。イメージ、人間の考え。はい、お茶屋さん。はい、人間参加っていうか、人間がこう
素晴らしい人、思いやりとかそういうことを参加してる。はい、はい、ありがとうございます。浜田さん。私も落合さんと似てます。神様を抜きにした人間だけの中の良さというか。はい、はい、一番後ろの方お名前な。はい、木之内です。人間中心の考え方。はい、はい、さすが新学生の皆さん人間中心の考え方だってよく分かっていらっしゃいます。一般の人たちはどう考えているでしょうね。じゃあ、こちらの、本間さん。一般の人たちは、この世の人たちはヒューマニズムをどのように考えているでしょうと思いますか。世の人がですよね。世の人が、自分がじゃないです。よりよく生きるための方法みたいな。はい、ありがとうございます。大木さん。この世の人たちはどうヒューマニズムを受け止めているか。なんだろうな、神様を知らない視点で言うと、なんか当然の権利のような、何かそこに疑いとかもないというか、なんかな感じがします。はい、ありがとうございます。木原さん。そうですね、本当になんか頂点にあるものというか、まあ、最高の教え、最高の教えですね。はい、はい、矢田さん。人生のマニュアルですかね。はい、人生のマニュアルはい、秋山さん。なんか人間は素晴らしいみたいな感じかなと思います。はい、米田さん。はい、そうですね、このヒューマニズムをちゃんと考えている人はそれが一番正しいと思っていて、それを一方的に受けている人は何も考えずに正しいと勘違いしているだけだと思いますね。はい、はい、伊藤さん。なんか今パッて調べちゃったんですけど便利な時代ですね。なんか人間性を尊重するべきみたいなこと書いてありました。はい、人間性を尊重する教え。ロケさん。なんか人間が自分で考えた幸せになる方法みたいな、なんか人権とかすごい大事にしてるとか、自分があくまで中心の世界みたいな考え方だかなと思ってます。はい、ありがとうございます。では、松本さん、このヒューマニズムという教えはどのぐらい良い教えでしょう。自分なりにどういうふうに良い教えだと思いますか。全然考えたことないです、はい、だから良いのか悪いのかもちょっと皆さんすごいなって思いながら聞いてました。はい、はい、ありがとうございます。半田さん。はい、どういうふうに良い教えだと思いますか。そうですね、まあある意味人間を大切にしてるっていう部分に関してはすごいいいかなと思いますね。まあ問題は神様を外してるのが大きな問題だと思うんですけど、でも人間を尊重する面で考えるとすごいいい教えというか考え方じゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。後藤さんはいかがでしょう。はい、もう神さんも知ってるということがあるから、だけど、まあ、神様知らないとしたら、まあみんなが、よりよく生きるために、まあよく考え出された、良いなんかな方法っていうんですかね、法則っていうんですかね、みんながこれに従っていけば、ある意味道徳とか良心とか、まあ神様抜きですよね、聖書抜きとしての、道徳観とか良心に従ってどのようにしてこの生きていくかっていうのは良い方向に向かうような思想なんですよね。はい、うん、ありがとうございます。柏原さん、龍馬さん。
なんかこう、まあ、迷路みたいだなというか、そのなんか前提がなんて言うんだろう、前提がないですよね。なんか全員のなんとなくの主観みたいなものがこう、まあなんだろう、例えばゴミちゃんと捨てようねみたいな、なんかそのだよねみたいな、なんかそのなんで だよね系っていうか、なんていうんですか、なんかこう、なんかそれでこう、だからなんていうんだろう、迷路みたいな感じをちょっと僕はなんかはっきり答えがないというか、はい、ある意味でその行き着く先どこなのかっていうのが、まあ、多分平和とかだと思うんですけど、でもなんかどっちかというと思考停止に持っていかせようとしている、すごいこうなんかさ、なんかだ、まあ、だよね系っていうか、なんていうかそういう感じに思ってます。はい、ありがとうございます。リカさん。はい、その人を大事にする考え方っていうのはすごくいいと思うんですけど、その神様が抜けてる時点でもなんか全部違うっていう思ってて、なのでどれくらい良いかって言われると結構悪いんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。結城直子さん。時代によってとか文化によって変わってしまうのかなというのと、神様を神様とできない考えなのかなと思います。はい、ありがとうございます。ここに振り仮名と書いてあるんですけれども、すいませんお名前は、すいません、熊谷です。熊谷さん、はい、あ、なんか最近瀬戸内寂聴さんが死んで、家でこうテレビを見てて、すごいお母さんとかおばあちゃんがすごいありがたそうに聞いてたんですけど、それを見て私はなんかこうどっかで聞いたことあるような話しかしてなかったし、こう根拠何っていうなんか漠然とした疑問しか出てこなくて、でなんかよく生きたっぽい人がそれっぽいことを言って、ああそうなんだみたいな感覚に浸って、なんかテレビもそれをなんかそう思い込ませるように流れを作り込んでたりして、でもなんか本当にえ、なんかこういう話他にも聞いたことあるよね、なんでその人の言ったことじゃ信じなかったのって、なんかちょっとすごい疑問に思ったぐらい不思議だな、不思議な現象だなっていう感じがして、で今本当それがヒューマニズムなのかなっていうふうに感じて、だからなんか本当根拠がないのにあり、なんか真理っぽく思わせるもので、でなんか神様から絶対的に引き離す、なんかこうエデンの園の善悪知識の木の実みたいな、なんか本当見れば見るほどよく見えて、それがいいものに見えて、でもそれ取って食べたら神様から完全に引き離して、もう罪とか死に引き連れていく、神様がいない世界をこう作りに入り込んでいってしまうトラップだなっていうふうに感じました。すごくいい描写ですね。これから私も使わせていただきたいと思います。使ってください。はい、こちらお名前忘れてしまいましたけれども、三上さん。はい、三上さん、いかがでしょう、ヒューマニズム全体を総評してまだヒューマニズムちょっとしかわからないかもしれないですけれども、どう感じるか。ちょっと新学生じゃないのでヒューマニズム自体がよく分かってないんですけど、なんか私聞いたことあるのは優生学とかトランスヒューマニズムとかそういうのは最近聞くんですけど、なんかやっぱり優生学とかトランスヒューマニズムっていうのはなんか人がより良いものに進化していって、より繁栄していって素晴らしい世界を構築していくみたいな、なんかより素晴らしい世界、より素晴らしい次元に行こうみたいな考え方だから、やっぱり言ってたその神を抜きにしてなんか進化していくみたいな、神がいなくても人間は進化できるんだみたいな、そういう考え方なのかなと思いました。はい、ありがとうございます。上野さん。会社なんかで会議とか、
ボランティアとかで会議やると人間尊重した考えによるヒューマニズムというふうに言うとみんながうんうんっていうふうになるんですね。だから近い、距離の何十年間でできた常識のように作られているものだと思います。まあ、これは神のいない偽りのそのが構築したものなんですけども、そういう有効性が世の中に存在する。はい、それでは、お名前が、石田さんでしたか。もう瞑想しておられます。別の世界に今、はい、皆さん今聞いた中で録画してたらカットしてくださいね皆さん今聞いた中で、あ、これいい答えだな、あ、うまく表してるなって思ったのは何かありますか。自分の答えが絶対いいと思う方は別としてですね、私一つはマニュアルっていう考え方、いい表現だなって思いました。それから善悪の知識の実っていうのもすごくいい表現だなって思いました。皆さんはどうでしょうか。はい、で他の方が悪いわけではなくて、それぞれ質問が違ったのであれなんですけれども、ではですね、人を生かす世界観について考えていきたいと思うんですけれども、イエス様が十字架につけられた時、その両脇には2つの十字架があったわけですよね。でそれぞれに強盗がついていたわけです。で、一つの十字架にかけられていた犯罪人はこう言いました。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。この人はキリストだって信じていたでしょうかね。どうでしょう。悪行を言ってるんですね。バカにして言ってるわけです。お前自分のことキリストだって思ってんだろうよ。だったら俺たち救ってみろよ。自分のことも救えるだろう。ってバカにしてるわけです。十字架にかけられながらですね。最初は2人の強盗があざけていただろうというふうに推測されます。他の聖書の箇所には強盗2人ともあざけていたっていうことが書いてありますので、でも後の方で一人は考え方を変えたようですね。ルカの福音書の23章の40節のところですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。勝手に創造主と書き換えていますけれども、それはこの世の神と勘違いしないように一応創造主と書き直していますけれども、お前は神学校なので間違えることないですから、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。この人は、2人目の人はイエス様が神の御子だと信じたでしょうか。信じたんですね。一人目の方は信じなかったわけですね。で、二人目の方は続けて言います。そして言った、イエス様、あなたの御国の位におつきになるときは、私を思い出してください。イエス様はよみがえって、天の御国の位につく、そう信じたんですね。すごいと思いません？でも、自分はどうか、私を思い出してください。って言ってるということは、自分はそこには行けません、なぜなら自分は罪人だからっていう思いがあったんではないかと思いますね。彼はおそらく自分は罪人だっていうことを知っていたと思います。イエス様が十字架にかかっているけれども、この方は神の御子だ、そう信じていたわけですね。ということで、次の時間にまで休憩です。
いろいろ考えていただければと思います。では、はい、休憩に入ります。はい、あと書籍類は次の休み時間でもう片付け始めてしまいますので、見る方は最後ですね。あと、キリストから、アダムからキリストの系図のポスターはここでは少しだけ安く販売させていただいてますので、新しいバージョンが出ましたので、買い替える人はもっと安くなりますけれども、ぜひご覧ください。